早く、こういう課外活動をできるという特典がついておりまして、それの一環としてやらさせていただきます。今回、実は なぜ僕が私、どういう本かと言いますと、私、富山県生まれでして、灘高校とは縁もゆかりもないんですけれども、最近、科学部の川口君がこちらの研究室を訪ねてくれたりして、本当にいい優秀な学生だと思って、今回、ぜひ、ここで講演、こういう活動したいなと思って、声かけさせていただきました。今日はよろしくお願いします。それで、私は1985年生まれ、富山市で生まれて、ずっと富山市で、でここで、ちょっと科学技術とちょっと関係あるかなって思うのは、僕がですね、高校に、富山中高校って呼んでるんですけども、そこに行ったときに、田中徹さんがマリー・ダグマスでノーベル賞を取りました。ノーベル科学賞で、自分も、これがあったからというわけではないんですけども、科学に進んだというところがあります。で、ずっと富山でここまで過ごして、その後、皆さんめったに行かないと思うんですけども、東京工業大学っていうところに入学して、そこでずっと、博士課程から、今、助教やってるんですけれども、同じ研究室ではないんですけれども、ずっと東工大で働かせていただいております。で、東工大に、ね、で、学生やってる間、一回マサチューセッツ工科大学に、留学に行くことがありました。で、そこでお会いしたのが、今日は2番目の講師でいらっしゃる武田良平さんで、川口君という僕の師匠なんですけど、今日はちょっと僕、こういうところが初めてで、ちょっと僕が滑ったとき、先輩の武田先生が講師をしてくれて、今日は2段階目のちょっとやらせてもらうことにいたしました。でそれで、今日のテーマ、まず科学なんですけれども、科学だけ学、すごいところから入るなと思う感じですけど、科学って何だろう、サイエンスの中の一部になります。それで科学っていうのは特に化学物質を作るのが、サイエンスです。それで、結局何を作っているのかといいますと、結局いろんな原料があるんですけれども、最終的には医薬品か材料か、どちらか、皆さんの手に届いて役に立つという意味では、この2つを、作る、サイエンスということになっています。で、材料なんですけれども、材料は、いっぱいあります。今回は高分子というテーマにしたんですけれども、実際は世界は三大材料でできていると、言われてまして、1つは金属、1つはセラミック。でもう一つが、ポリマーです。で、ポリマー、プラスチックって聞きますと、教科書とかちょっと見ますと、1930年頃からようやく認識されて、材料として使われるようになった、比較的最新の、材料というふうに言われているんですけれども、実はそんなことは起きてないと思います。高分子の中にちょっと見てみますと、プラスチックとかポリマーがあるんですけれども、やっぱり金とか木綿とか繊維とか、あと木ですね、木とかも全部実は高分子なので、いつ頃から使われていたのかという歴史を紐解いてみると、多分旧石器時代からは多分もう家は建つ、木を使って家を建つかと思うんですが、実は最新であり最古の材料になっちゃったという、思っています。で、次に出てきたのが、土器ですね。土器を焼いて作るようになったっていうのは、もうあれはセラミックを自分たちで作っているということで、土器を作るようになったのは、およそ BC 1万年というふうに言われていると思います。それで金属が出てくるっていうのは、BC 800年ぐらいになってからで、やっぱりセラミックは金属酸化物ですので、この酸化物を還元して金属までやらなければいけないということで、すごくエネルギーがかかって、自分たちで作れるようになったのは、こういう BC 800年、BC 1900年というようなところ。なので、それが自分たちで製造できるようになるということを考えると、やっぱりこの高分子というのは特別の中の新しい材料だと思います。それでこれ周期表なんですけれども、で高分子はこの周期表の、元素の中の実に限られた部分のもので、構成されているんですけれども、実際その物性というのは非常に多様です。で、高分子に関するノーベル賞なんですけれども、さっき1930年って言ったんですけれども、それはどういう時代かと言いますと、このシュタルディンガー先生が高分子っていうものがあるよっていうのを
言い出したのが1930年です。公文書すごい長い文章で、まあ、さっきも言ったみたいに木とか絹とか全部公文書なんですけど、実はその時までは公文書ってものがあるっていうことを誰も認めなかったんです。だから僕がいつも思うのは、これまで木とか線とか木何だと思ってたのかなっていうのはいつもちょっと気になるところですね。でそれで、まあ、このまあ、だけど公文書あるよってことを認められて53年に公文書で、その10年後ポリエチレンとポリプロピレンを作る触媒で、チグラとなった先生が公文書を取ってまして、そのさらに10年後にポール・フローリー先生という方が、公文書科学っていうものの基礎を全部作られました。この先生は本当に偉大で、理論も実験も合成も物性も全部一人でやられて、ポール・フローリーの公文書のことを書いているんですけれども、本当にすごい偉大な先生だと。ちなみにこれウィキペディアから出てきたんですけども、ウィキペディアにチグラとなったら仲が悪かったですよっていうふうに書いてあるんですけども、まあ、これは嘘なんじゃないかっていう説もありまして、結構仲良くて研究室 の留学学生とか留学とかよくさせてやってたっていうふうに言われていて、このウィキペディア説はこれはちょっと怪しいんじゃないかっていう言われてるところです。それで、まあ、公文誌っていうのはと、まあ、何かっていうところを主に、まあ、公文誌、まあ、ちょっとこの中で自分高校生だよっていう方、皆さん中学、じゃあ次中学生だよっていう方、半々くらいいらっしゃる。まあリラックスして聞いていただければと思います。公文誌って、まあ、どういうものかって言ったら、まあまあ、スーパーの人とかペットボトルとか思い浮かべると思うんですけども、まあ、これって分子レベルで見ると何なのっていうふうに考えますと、まあ、こういう紐状の巨大な分子です。それで、こういうぐちゃぐちゃになって集まっていて、まあ、一つの材料です。これだから注意してほしいのは、この一つの塊が一個の分子というわけではないです。それで、まあ、こういうふうにぐちゃぐちゃに集まっているものもあれば、こう規則正しく折りたたまって結晶になっているものもあって、それは高分子の硬い部分についているものです。で、まあ、ここをちょっと意地悪独自の視点で書いてくるものもあるんですけども、まあ、紐は分かったんだけど、どういう大きさの紐なんだろうなっていう気になるんです。それで、まあよくこう教科書に書いてあるのは、まあ、1本の分子量っていうのは約1万グラムパーモルから100万グラムパーモルまで。で、これは、まあ、原子が約200個から1万個こう縦にダーッとつながっているので、その長さを計算すると、まあ、約40メートルから、まあ、40ナノメートルから、まあ、4万ナノメートルくらい伸び出せるとそうなります。これをまあ、糸まり状にさっきみたいに実際の形態を考えると、この完成半径っていうのは 0.6 乗くらいに大体なるよっていうことが知られてますので、まあ、完成半径ってことのメートルくらいで、1ナノメートルっていうのは10のマイナス9乗をメートルってことで、まあ、ちょっとイメージしづらいかもしれないんですけども、まあ、原子とか分子とかそういうスケールだと思います。それで、まあ、気になるのは太さですよね。太さっていうのは、まあ、0.5 ナノメートルなので、まあ、0.5×40 くらいの、まあ、そういう比の糸だというふうに考えていると思います。それで、あと問題は、まあ、1グラムの鉱物材料にこの紐が何個入っているかって言いますと、まあ、1グラム水、1ミリリットルくらいの大きさの中には、まあ、6×10 の19兆分から16兆分という量です。まあ、繰り返しになりますけれども、1本の分子しか全部なっているわけではないです。それで、まあ、ちょっと中学生の方がいて、悲しみまだ馴染みないかもしれないんですけど、途中でもう一回説明しますので、大丈夫です。まあ、こういう長い紐っていうのは、こういうモノマーと呼ばれる玉を化学結合でこうつないでいって、紐を作ります。まあ、ポリエチレンとかペットとか、よく言いますけれども、実際はこういう。で、まあ、天然高分子においても、まあ、こういうモノマーと呼ばれるユニットが結合したような形をとっていて、実際に木材っていうのはこういう糖をモノマーとしたポリエーゼルになっていまして、絹っていうのは、まあ、アミノ酸をモノマーとしたポリアミドで、まあ、材料ではないけどもう一個生体高分子で、まあ、有名な DNA があると思うんですけども、まあ、DNA っていうのはこのリン酸とこの糖のユニットができるポリリン酸エステル。
でそれで、高分子の、作り方なんですけれども、さっきの門番をどうやってつないでいくのかなというところです。15のパターンを大きく分けると、この2つのパターンに分離されまして、これ漫画で書いてますけど、この緑のところと、この左のところが結合できるというふうに考えてください。そしてこの上の、下の方から説明するのが大事です。下の方はこの緑とオレンジになった化学物質を、この緑と代々つなげる反応をやってやると、こういう砂状のものができると思います。こういう手法からはポリアミドですね、ナイロンみたいなものができています。で上の方法はちょっとややこしいなって思うかもしれないですけども、こう環状になって緑と代々があらかじめつながったようなものがを重合するという方法なんですけれども、これ、この最初の状態と最後の状態どっち見ても緑と代々がつながっているんですけれども、この環状になっている部分を一回解決させて論文につなげていくという感じです。実際は、エチレンって呼ばれるこの酸素炭素水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 素からなる分子っていうのがこの連鎖重合でできるんですけれども、この、エチレンには2本炭素炭素が結ばれまして、その1本が切れてどんどんつながっていくようなで、ここで、ポリエチレン、ポリスチレンの五大汎用高分子ができるというふうに書いているんですけれども、高分子の世界には五大汎用高分子があります。どういう位置づけ の人なのかといいますと、それほど性能は高くないが、安価なんだね、生産量が多い5種類のプラスチックというふうに言われています。性能は高くないけれども、安いからどんどん使ってますよというのが五大汎用プラスチック。で先ほど見せましたようなエチレンを重合してできる、ポリエチレンという呼ばれるものなんですけれども、これ五大汎用プラスチック一つ一つ数えてみますと、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレンというふうに、ポリエチレンだけで実は2種類入ってまして、実は 4大なんじゃないかというふうに言えるんですけれども、ちょっと物性が全然違いますので、ポリエチレンは2回入れてしまう。その他にで、ポリエチレンというのは先ほどから見せています、スーパーの袋とかに、よく見られるんですけども、高密度ポリエチレンになりますと、こういう石油とか入れとかタンクとかに使えるような材料なので、実はモノマーも同じでもできてくるポリマーの構造が全然違う、構造の物性も全然違うので、これで2種類というふうに説明します。で、プロピレン、プロピレンもこういう容器になります。ポリスチレンは、発泡スチロールですね、こういうものになりますし、でポリエンカビニルというのは一番よく見られるのはネズミ色のダクトがポリエンカビニルで、五大汎用プラスチックの特徴は、耐熱性というのはおよそ100度以下ということになっていて、高温で使用することはできない。それでさっきあまり性能が高くない高分子の話をしましたけど、じゃあ性能が高い高分子もあります。でそれはエンジニアリングプラスチックと言われていまして、耐熱性が100度以上で強度の強いような材料、ここに書きましたポリアミドや、ポリパーフェンとかポリエステルやポリエテルなどになっていまして、これ1キロあたり大体400円くらいのものになります。それでさらに耐熱性が150度くらいになると、スーパーエンジニアリングプラスチックと言われるものになりまして、これになりますと1キログラムあたり1000円から1万円くらいというふうなことになっていまして、高分子材料って何種類かあるんですけれども、その耐熱性とかによって値段が全然違っているんですけど、でそこで思うのが、例えばこういう五大汎用プラスチック作るこのモノマーから高機能なエンジニアリングプラスチックできませんかっていうことですね。これができたらできるんですだと思うんですけれども、タイトルにもあります通り、これは実はできる。その鍵っていうのは炭素原子の立体構造です。この炭素原子っていうのは4つの他の原子と手をつなぐことができる原子なんですけど、4つの原子と手をつないでこういう正四面体の構造を作ります。
ということ、まあ、これっていうのは、ダイヤモンドの、講師っていうのは、皆さん多分なんとなく知ってると思うんですけども、こういう精神体 のネットワーク の結晶になっていると思うんですけども、そこの1個の関数を抜き出してみると、やっぱりこういう、精神体のことをします。ちなみにこれのことは SP3 関数っていう。で、あと一方でこれも多分知ってる人多いと思うんですけども、ダイヤモンドの同位体が黒鉛だよっていうことは知ってると思うんですけども、黒鉛の場合はだとこういう六角形の、結合を形成する構図になってまして、まあ、これらっていうのは平面合成です。それで、この構図を作るためのものまであるエチレンっていうのも、この平面合成っていう。それで、高分子のどこに、じゃあこの、どこの、まあ、炭素の立体構造が必要なんだろうっていうと、まあ、高分子どんどん最初紐からクローズアップしていきますと、原子っていうのは見えてきて、でその1個の原子にフォーカスしたことがすごく重要で、性質に効いてくるようになったんですね。えらい高分子からしてみるとスケール の小さい話だなと思うかもしれませんが、実はここがやっぱり一番重要です。これ なんで重要になってくるかっていうことの一つとして、精子面体構造を取ってるせいでちょっとややこしいことが起こります。この炭素、さっき4つの原子と手をつなげるよっていうふうに言ったんですけども、実は炭素原子が、違う原子違う原子4つと手をつなぐと、原子だけじゃなくて、まあ違うものと4つ手をつなぐと、実はこれとこれっていうのは重ね合わせることができない、同一物ではなくな違うものになってしまうというここですね。これこの漫画2つ同士これ重ね合わせようとして、まあ、この黄色が上向いてるから黄色を上に向けて、でそれでこの青がこっち向いてるからこっちの青をこっちに寄せようとすると、次に来るのがこの場合だと緑、この場合だと赤になって重ね合わせることができません。だけどこれ鏡に映したら鏡に映した形になっていまして、これも共造異性体という呼ばれています。それで、まあ、例えば我々の体を作っている、まあ、アミノ酸っていうのも、まあ、同じような構造をしてまして、まあ、炭素原子がありまして、それが4つの違うものと結合していまして、まあ、アミノ酸にっていうのは共造異性体があって、我々の体を作っているアミノ酸っていうのは、まあ、L アミノ酸だけでできているということになります。これが実はこの立体の問題っていうのは、実は医薬品において一番問題になっているところではあります。まあ、我々の、まあ、使用する試薬で試薬じゃない医薬品で昔使っていた頭痛抑制剤のサリコマイドっていうのがあったんですけども、これはここが、ここに不正炭素を持ってまして、それぞれのことを S と R っていうふうに名前つけるんですけども、R 体は、鎮痛作用があるんですけれども、S 体は再帰性って言って、まあ、遺伝に、悪い影響を与えるものになっていて、昔はこれとこれが混じったまま、売っていたので、まあ、すごくそれのせいで生まれてくる子供に障害があったりして大変な事件になって、サリコマイド事件、そういう、まあ、事件以外にも例えばこういうリモネンというまあ、レモンの香りの、分子なんですけれども、まあ、これっていうのも、実は共通性がありまして、こっち側はレモンの、匂いするんですけれども、こっち側は、こっち側の、共通異性体は、ただの、オイルのような匂いがするというようなことで、すごく低分子において重要です。それで、高分子においても実はそれが重要で、それがその高分子の中でどこにそんな炭素があるだろうっていう、まあ、見てみますと、ここの部分ですね、ここの部分、ここの炭素っていうのは、実はこっち側は左側の分子、こっちは右側の分子で、ここにこの距離で出てる時間器があって、あとここは何もないやつ、ここ水素っていうんですか、
ここに、実はその不正探査っていうのがありまして、ここの R っていうのがこれ一個一個が炭素原子で、ここ一個一個にさっきの静止面体があると思ってほしいんですけれども、そこがどっち向いてるかっていうことでポリマーの性質が非常に変わってくるということです。例えばこのちょこっと出てるこの R って書いた部分が、これ全部紙面に対してこれ手前に出てるやつ、全部同じ方向向いてるやつをアイソタクチックの方分子で、これがこの2番目に書いてあるものがこれ心情タクチックの方分子って呼ばれていて、これが前後ろ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 っていうふうに連動しているものが心情タクチックで、もう一個ちょっと珍しいのが前前後ろ後ろ前前後ろ後ろっていうのもあって、これはヘテロタクチックって言われていて、何も規則性ないものがアタクティックっていうふうに言われていて、アタクティックというふうに言われています。さっきポリプロピレン、どういうタッパーの材料とかとして使えるって言いましたけど、実は我々使っているポリプロピレンっていうのは全部イソタクチックのポリプロピレンです。アタクチックのポリプロピレンっていうのも使える作れるんですけれども、アタクティックのポリプロピレンっていうのはこんな素状じゃなくてベチャベチャの液体なんですね。ベチャベチャの液体です。だから昔は実は分析機器がないときはポリプロピレンを作ったとき、液体になった成分と固体になった成分の重さが、この立体規則性の比だよっていうふうにして決定していたっていうくらい物性に影響を与えるものです。それで、面白いなと思うのが我々が私が所属している武田さんは所属してないないですか、所属してますけど、所属してます、高分子学会高分子学会という日本と世界の中でもかなり、古い歴史を誇る高分子の、団体であります。高分子学会はこういうロゴマークを持っているんです。もうこれさっきからもずっと絵で見せている通り、このもうこれはもう高分子における立体規則性、タクティシティというんですけれども、このタクティシティそのもの の, マークになっている。だからこれは1951年からできているというものなんですけれども、やっぱりもうその当時、ちょっとよく考えたらロゴマークっていうのはいつ決定されたのかちょっと僕は知りませんね。ですけれども、こういうすごく初期の頃からすごく重要だったんだよっていうことを表しているロゴマークになっちゃうかな。でこれちなみにさっきみたいに片方だけじゃなくて両方にこう出ちゃってると思うんですけど、これちょっとおかしいなって思うのはこういう同じ置換器がついた H 電受合したらこことここの置換器が同じになるので、ここ の立体規則性っていうのは関係なくなっちゃうんですけれども、なんでこう両方つけちゃったのかちょっとわからないんですけども、この学会上げてまでこうマークにしちゃうくらいやっぱり一緒だったというそうですね。でそれで、実際にその錬金術ができたっていうのはポリスチレンになります。このポリスチレンはですね、我々がいつも見ているポリスチレン、実は新庄も実はもう見てるんですけども、ポリスチレンっていうのはアタクチック、この今この六角形の部分がすごくランダムに出ているものになります。そのものだと耐熱性が約90度ということです。これがアタクティックじゃなくて、例えば全部相当イソタクチックとか心情タクチックができれば、さっきポリプロピレンがアタクチックのポリプロピレンはベチャベチャな液体で、イソタクチックは固体になったことから、もしスチレンもそのチャンスが実はあったと。だけどそれをこのイソタクチックとか心情タクチックとかをできる、手法がなかったという。それで、実際その立体と空理的重な、ポリスチレンっていうのを作るのに成功したのは、実は大学じゃなくて会社です。出光興産という会社が、この広報に出ている心情タクチック のポリスチレンっていうのを初めて、作ることが。これ、実際、その研究過程で、アイソタクチックっていうのができてきたんですけれども、アイソタクチックも、
耐熱性240度っていうふうに耐熱性があったんですけれども、実はこの耐熱性を獲得するまでにちょっと材料として時間がかかるということで実用化できなかったんですけれども、新庄タクチックの取り捨てに関しては、融点が270度という、すごい耐熱性、さっき普通の取り捨てが90度ぐらいだったことに対してこれは270度なので、ものすごく耐熱性が向上して、もうエンジニアリングプラスチックと言っていいものになったということです。なので実は我々材料でポリスチレンって簡単にひとまとめに言っちゃいけないことです。この間100円ショップに行って、うち娘がいるんですけれども、娘が箸が欲しいっていうから、100円ショップで箸探して、箸見て、うち食洗機あるんで食洗機使えるかどうかっていうのは結構重要なんですね。もうめんどくさいから食洗機に使うみたいんで、100均 の, プラスチックの箸は材質ポリスチレンって書いてあって、食洗機には使わないでくださいって書いてあるものがほとんどです。ですけど食堂とか行くとプラスチックの箸見ますよ。食堂のプラスチックの箸ってあれもう当然食洗機に突っ込んで洗ってるわけでなんですけども、実はその箸こそが新庄タクチックポリスチレンでできた箸になります。なのでこうああいう黒い箸があると思うんですけども、あれは全部新庄タクチックポリスチレンでできます。なのでちょっとそういう材料を見るときに何度までいけるかっていうことが、実はこういう興奮症のミクロ構造から来てるんだよ。ここを覚えることをちょっと求めましたので、もうそこの札だけ見て、このポリスチレンアタクチックなんだとかっていうのがすぐ分かるということなので、そんな感じで耐熱性270度になって、レンジでもオーブンでも使えるようなこういう調理器具とかになったりします。はい。で、それで、結局どうやったら新庄タクチックポリスチレンが得られたのかということなんですけれども、さっき言ったように重工方法を作っていきます。耐熱性のないアタクチックポリスチレンというのは常にラジカル耐死剤と呼ばれるものを吹き込んで重工すると、こういう何の規則性もないものが得られるんですけれども、ハーフメタル染色剤っていう、ものを使った時に、初めて新庄タクチックになるっていうのが分かったんですけれども、これがこういうふうに最もらしい反応法が書いてますけど、これ、やってみないと分からなかったっていうことですね。もう完全にトライアルアンドエラーというところです。それで、この新庄タクチックポリスチレンができるまで、これ、作られたのがこの池水興産の石原先生という方なんですけれども、もう本当に無数に食材を売ったというふうな講演でも呼ばれています。ちょっと見にくくてあれなんですけれども、実際もう毎日毎日反応検討して、ここの新庄タクチックって呼ばれる部分、ここに新庄タクチックって書いてあるんですけれども、この新庄タクチックのポリスチレンが得られて重合収率もちゃんと良かったのは、この食材だけというようなことになっていて、あとも全部失敗ですね。この機構っていうのも、これが できたから初めて言ってるっていうような感じです。それで石原先生が言ってるのは、触媒探索はオプティミストでないと務まらないと言ってまして、どれだけ失敗しても逃げちゃいけない、ネバーギブアップ、そういうようなこと、そういう精神がある人がじゃないと、この仕事はできなかったなという。実際なんですけれども、この世の中にいろんな材料あると思うんですけれども、新材料のほとんどっていうのは、偶然の発見からできたものだっていうふうに言われます。それでそういうわけで錬金術性はどこにちょっと感じてほしいかと言いますと、やっぱりこの全然違う物性ができるのに、使っている原料っていうのはスチレンのものなんと同じなんですね。原料は同じで全く違うものができる、これがやっぱり興奮しかなっていうのが
醍醐味で、礼金術であるなというふうに思わせる。だけど、やっぱりいろんな偶然の発見からに助けられて生まれたというふうに、この本に書いてあるんですけども、そういうふうに思っています。で、ちょっと話それるんですけれども、偶然の発見にずっと出会っているものどうなんだろうなっていうのが最近の傾向があって、マテリアルズ・インフォマティクスっていうのが最近になります。インフォマティクスって要は情報学のことですけれども、これまでっていうのはこういう研究者の経験と直感に依存していたけれども、これからは人工知能にデータを入れて、そこからどんな条件でやったらいいかなっていうようなことを、探ろうっていうような、動きっていうのが出てきます。ただ私の感覚からしますと、こんなことは本当に可能なのかなっていうふうに思うところではあります、とはいえ最近日本でもこういうマテリアルインフォマティクスを専門とする、ベンチャー企業っていうのが出てきて、100年後にはきっと AI を使って材料開発っていうのが当たり前になっているんじゃないかという、そういう会社でして、これベンチャー企業なんですけれども、これなんでこれ見せてるかというと、実際これ私この会社の技術アドバイザーというふうにさせられていまして、僕マテリアルインフォマティクスできないって思ってるんですけれども、と思いながらも実はこれやってできたらいいなっていう、だけどやっぱりセレビティから生まれるっていうのは、ある意味で歴史が実証していることであることでっていうのはある意味で歴史材料科学の歴史に対する挑戦でもあるかなと思います。だけど、じゃあなんで新材料のほとんどって偶然の発見からできるんだろうね。じゃあ川口君、なんで偶然発見されるものっていうのは多いんですか？自動のことを検知から分からないからこそ有用なものができるとかってあって、私でもできた際に初めて有用だって分かった結果使ってだけやっていうその偶然発見したからその有用偶然発見しなかったから有用っていう、基本で偶然的に有用だって言わないけど、そういうものが多いっていう、まさにさすがに鋭い見えて、その通りなんですけど、予想を超えたところにやっぱり新しい材料ってちょっと性能良くなったとかじゃなくて、やっぱりすごく格段に性能が上がらないとやっぱり新しいものっていうのは言えないと思う。それも僕の意見です。僕の意見はなんで難しいかって言ったら、奇跡は計算ではできないというところがあると思います。例えば計算やって、この計算の結果こんな奇跡的な物性が出ると思うんですよって言ったところで、それは計算の間違いなんじゃないですかっていうふうに言われると終わりなんですね。なので実は奇跡を計算で予測するということはかなり困難なので、難しくてやっぱり実験をやってみるっていうのが一番大事だということです。で、このチグラー先生がノーベル賞取られましたけど、チグラー先生が言っているのは、意外な発見発明はやっぱり理論ではなく実験の中にあるというのを言っていまして、ここのストーリーというのはどういうものかっていうと、このチグラー先生、これ1年15数食会発見したんですけども、実はどうやって発見したかっていうと、全然違う反応をやろうと思ってたんですけども、1年吹き込んだら、ある日突然白いモコモコの個体ができたと。でその原因は何だったかって言ったら、反応容器に前使った人の金属がちょっと入ってて、そのせいで1年が自分の思っていた反応じゃなくて重合するというところを発見したというエピソードになっています。これはもうすごく有名なエピソードで、まさにそれにできてだけど、そこでやっぱりその予想外の結果で出てきたときに、ちゃんとちゃんと理論的にそこからは考えて突き止めていけるかということがやっぱりすごく重要なと思います。それが分かる言葉っていうのはこの類
リーパスツールの、偶然となった発明学がブレイクするか必要なことが多いけれども、それっていうのは準備した人にのみ偶然生まれる。この準備した人にのみ偶然生まれるっていうのは、本人がプリペアードマインドっていうふうに言われていて、このプリペアードなマインド、あらかじめ自分でこれをするとこう起こるかもしれない、もしこうだったらおかしなことだよとか、そういうふうに考えながら実験しないことは絶対に、もし世紀の発見に出会ったとしてもそれを見逃して行ってしまうという可能性があるよということですね。それでこのリーパスツール、これ何をした人かといったら、これは岸君も、この不正チャリティ、このさっき言った炭素原子に違う思いをつくと、これが共同異性体になるよっていうことをこれ見つけた人です。この人は何をやったかといったら、この主積酸と呼ばれる、化合物の結晶を、この結晶の形をよく見てみたら、共同関係の形になる結晶があるなっていうことに気づいて、それを分離していって、初めて炭素に共同異性体っていうのがあるよっていう概念を考えた人は、本当にすごい観察眼と洞察力だったなというふうに思います。はい、ということで、ちょっと疲れちゃうので、休憩タイムです。ちょっと観察からは関係ない話します。私、さっき言ったみたいに、ちょっとアメリカ留学したんですけど、これ、千葉中学、千葉高校って書いてあるんですけども、私、この千葉中学、千葉高校って中学生なんですけども、中学3年生の時にボストンに研修に行くっていう、なんかよくわかんないすごいことやるなって思うんですけども、ボストンに2週間、学生みんなで行って研修してくるっていうイベントがあるんですけども、そこでボストンにいた経験のある僕が、ボストンの生活こんなんだよっていうのを教える、教えることはできないんですけども、どうなんだったかっていうことを紹介するっていうのを実は毎年やってます。でそれで、こういうスライドでやってるんですけど、これこの後ろの漫画、これ何か分かる人いますかね。正解です。もうアメリカといえばもうやっぱスラムダンクの部下のご自身は全然関係ないですけど、僕なんで留学することになったかって言ったら、ちょっといろいろストーリーがありました。僕、あんまり何も考えずに受験したんで、実は最初科学じゃないところを受験してたんですけれども、たまたま試験の点数が悪くて、3類に4類で行って3類合格するっていうようなことが起こりました。で、そこで、いたんですけれども、で3類ってやっぱちょっとバカなんで普通にしてたつもりだったんですけれども、学部3年生を迎えた4月に3年生の時に、大学院の試験を受けて、もし受かったら君はこの9月から10月から大学院行っていいって、次の年にも大学院行っていいっていう言われて、大学院のことを決めました。それまで大学院に行こうかとかっていうのをちょっと自分から迷ってたんですけども、そこで初めて大学院に行った。それまでは部活、僕柔道部だったんですけども、柔道部でずっと遊んでそこで初めて大学に。そしたら研究室に所属直後ですね、教師から今なら修士博士一貫コースっていうのがあって、もう君修士に行ったんだから、もし修士博士一貫コースに入ったら博士、その修士と博士合わせてまたさらに短縮できる可能性があるよっていうふうに言われて、でしかも留学も でそこのコースにいると、お金をもらいながら大学院に行けて、留学もできて、さらに1年早く卒業できるっていうようなことを言われて、いろいろ考えて、お金もらえるならいいかなって思って、これ、研究室入って右も左も分かんないときに、これも OK したっていうところから、留学することになったんですけど、だからまさに、なんか普通にしてたら、留学することになってしまったっていう感じですね。で普
通の人の留学のきっかけってこうじゃないと思います。まあ、これある、これはこの方知ってるっていう人、これは君たちの大先輩とかで、神奈川拓也ですね。これ僕、ボストン留学時代、北川君もハーバードに行って、何回か遊んだり飲んだりとかする機会があったんですけども、この東大よりもハーバードの僕が見たことある人いますか。彼が灘高校から現役でハーバード大学に行った初めての方だそうで、今何してたかっていうと、今こんな話してるんですけど、何かっていったら楽天 の最年少の役員をやってるということで、すごいなと思って、ちなみに僕と北川君、岸君も同級生だったりして、なんかもうすごいすごい同級生がいるなと思って、ここで紹介できてよかったと思います。それでアメリカと日本どういうふうに違うのか、僕実際行って経験思ったところがあるんですけれども、これが東邦大の僕のいい研究室 の, 学生の国籍の比率ですね。こっちが、MIT にいた諏訪田県にいた時 の, 国籍の比率っていうのをこうやってグラフにしてみたんですけども、もう日本だったら当たり前なんですけど、日本と中国と韓国としか感じないんで、一方、諏訪田県に行きますと、こういう、インド、アメリカ、スペイン、ドイツ、日本、ポーランド、イギリス、イスラエル、韓国、カナダ、ロシア、中国、トリニダード・トバゴ、ブラジル、これがすごい異質なあれになってて、これ僕、面白いなと思ったのが、一番多かったのは、この時、日本人だったんですよ。日本人4名っていうのが一番多かった。あれアメリカ人4名と張ってたという。だからこれを見ると、もうやっぱり日本にいると、アジアの学生しか見えないけど、アメリカに行くともう世界中の学生が見えますよ、ね、いいところだと思います。もう皆さん、北川君を見ながら、ちょっと東大だけじゃなくて、アワードとかいうのに。あと、みんな、もしかしたら知らないかもしれないから、言っておきたいことがあって、日本の大学院っていうのは当たり前だと思うんですけど、授業料払っていきます。なんですけれども、アメリカの大学院というのは授業料ないです。授業料ないし、しかもお金むしろ逆にもらえます。実験してるから。その実験の生活っていうのがどんなものかっていったら、大体朝9時から夜11時くらいまで頑張って実験、日本の研究室だったりしてるところっていうのは多いですね。僕はちょっとアメリカでも柔道やってたんで、結構受けてましたけど、こんくらいやって。アメリカ人にこんくらい働いて金払えって言ったら怒るじゃないですか、普通に考えて。やらないんですよね。だからアメリカだったらこれ逆に金もらえるんです。なので皆さん留学したいけどお金がっていうのはこれ実は理想ですね。大学院から留学する場合は実はお金がもらえます。僕はこんくらいやってたんですけども、他の MIT の学生はどんなにいっぱい実験はやってなかったですね。なんですけれども、成果とかばっかり出してきて、やっぱりすごい優秀だなというふうに感じたというのは、そうだと思います。さて、ちょっと軽くに戻りますけれども、さっき言ったみたいに、ここの炭素が、ここの炭素の一点が特に重要なんですよと言っていました。で、さっきポリスチレンの例を出したんですけれども、もう一つ素晴らしい例を紹介します。それは、今年、今回の我々のスポンサーでもあります、日本国際賞、日本国際賞を受賞された、岡本芳雄先生の螺旋高分子というものになっていまして、岡本先生、日本国際賞っていう、ノーベル賞級の賞だと思うんですけれども、をもらいました。それが何を理由でもらったかというと、このキラルカラムというカラムところに大きな文字が置かれています。キラルカラムっていうのはさっき言ったような右手と左手に対応する共同体の化合物を分けることを分離することができるからです。だからさっき の片方毒で片方薬ないようなその一番やばいパターンのやつとかも、このカラムを通せばやばい方とやばくない方と分
分けることができて、いい方だけ売るっていうことだと思います。今日本ではそのこれも最後ちゃんと出せ混合物で売ってる国もあるんですけども、日本はやはり持ってますんで、ちゃんと分けてるようになったりで、それで、で、キラルカラーも作ったんですけれども、でそれで、これが日本国際賞 の、 受賞理由を書いた紙なんですけれども、実際どんなポリマー作ったか全く書いてないっていうのが、また面白い、また凄まじいことだなと思います。この、分けれますよっていうことを作ったっていうことだけ書いてあるんですけれども、実際に岡本先生が作ったポリマーっていうのは、先ほどみたいにここに一連持っていまして、このポリマーっていうのを重合して、でここにまた同じようにこの枝分かれの炭素ができるんですけれども、ここを全部イソソースに揃えて重合することができるという技術を見つけたっていうところが、新しいものです。これ、すごく大きい速差がついていますので、イソタクチックにしますと、片方の螺旋に偏って例えば DNA とか螺旋巻いてるって皆さん知ってると思うんですけれども、そういう天然 の、 ポリマーって結構螺旋巻いてるものがあると思うんですけども、人工のもので初めて作ったっていうのは岡本先生の研究になります。でそれでこういう感じで岡本先生螺旋高分子作ってキラルカラーも作りましたよっていうことで、で本当にもう薬の製造とかも全部変えるようなすごい発明だったわけなんですけども、じゃあ元はどんな研究してたんだろうな、最初からこういうものを作ろうとかって研究したのかなっていうことが気になってます。で実は岡本先生っていうのは最初はこの岡本先生の論文リストっていうのがネット上に落ちてましたんで、ちょっとザーッと見てみますと、これが1個目の論文からこうザーッと出てくるんですけども、ちょっとアニオニックポリメリゼーションとアニオニックポリメリゼーションなんとかっていうことで、いろんなモノマーをアニオン重合っていうことで重合することを仕事にしました。重合屋さんです。でそれで8番目から出てくるのがステレオスペシフィックポリメリゼーションっていうものです。でこれっていうのがさっき言った立体を揃えて重合するかどうかっていう研究をやっていただくことなんですけども、ここでは螺旋というのはまず出てきます。でずっと見ていってもアニオン重合ばっかりでほとんど出てこない、キラルが何もないんですけど、実は岡本先生このオーバーバーガー系に留学されていた時に光学活性化合物を扱う機会が得たそうで、それ以降の論文からは光学活性化合物の研究増えていくんですけども、やっぱり何はともあれステレオスペシフィックポリメリゼーション立体特異性重合の研究者だったという。でそれで50個目の論文で出てくるのがもう今や伝説になっていますさっき見てた自分が成功を初めて作っているというのがここで初めて出てきまして、でこれは1979年ですね。でその1年後には、これを使って光学異性体を分けることができるようになりました。で、この60個目の論文ではこれは逃しちゃいけないなと思って書いたんですけども、ヌリ・ヨジ先生も表彰になっているものになって、ここでキラルカラムを作ったという合成したポリマーを使ってキラルカラムを作ったという灘高校の卒業生だと思うんですけど、名前で言います。ヌリ先生はご存知の通りキラル触媒で、不正構成こっちかこっちかどっちかだけ作るよっていうことを先的にやられたということでノーベル賞を取られたと。これこっちとこっちどうやって作れましたよっていうのをどうやって調べてたかっていうと、やっぱり岡本先生の本を使って調べてたんですね。なのでそれだけ実はいろんな研究にも貢献しているノーベル賞はノーベル先生でしたけど、今回日本国際賞だったからです。でもちょっと面白いなと思うんですが、ノーベル賞先生は京都大学の尾崎一先生の研究室で受賞したんですけれども、実際岡本先生が最後重合の除触媒として使ったメスパルテインという存在を野崎研の論文も読んで初めて知ったので、すごくいろんな運命のつながりがあった
ぱりあとここで面白いなって思うのが、この低分子の光学活性の問題ってすごく薬にもなるし毒にもなるしということで、すごい重大な問題だったんですけれども、まあ、それを高分子のここのですね、不正点を制御して作ることによって、もうこれっていうのはそんなに問題ではなくなったということで、高分子のタルティ制御によって、まあ、低分子の不正の問題っていうのが完全に解決した。ここで自分の研究何も紹介しないのもあるので、ちょっとビジュアルの研究を紹介したいと思います。僕の研究の一部なんですけれども、僕はさっきの立体制御ということでいろいろ言ってたんですけども、タイプで高分子っていう高分子で立体制御したらどうなるかということをやっていました。タイプで低高分子って何になるんだったら、ポリエチレンみたいに、ポリエチレン電気流さないです、ポリエチレン電気流さないんですけども、実は電気流す高分子っていうのも、それは例えばさっき言った炭素炭素の二重結合からなるものを重合すると炭素炭素の単結合から出てこれなんかで電気流さないんですけど、三重結合のやつを重合すると配電子余ってて、これが自由電子みたいな感じになって、まあ、電気流すことができるという、まあ、ポリオンなんですけど、これもノーベル賞を取ったポリオンの研究でして、で実はこれもセレンディピティからできたポリマーです。これ重合するときに触媒を1ミリグラム加えなきゃいけないと1グラム加えて重合したらできたというセレンディピティ、このミリって書いてあるのを見落としましたという、そういうセレンディピティがあったんです。それで本当にノーベル賞を受賞されたんです。で、パリチュア系ポリマーなんですけれども、電気流すことができるんですけども、この板みたいなユニットがこう ねじれずにつながっているときに一番良い電気を流すということが知られています。そこで僕が作ろうとしたポリマーというのは、ここの板みたいなところに、ここに不正点が入っているポリマーでして、ここを揃えたものを作るとどうなったのかと、普通に作ると、こういう、3種類の、バラバラの混合物になってしまうんですけれども、これを、岡本先生の作ったカラムで、これ作ったばっかりだと、この 1,2,3 種類の混合物に なっているっていうのは、これも岡本先生の作ったカラムで調べてるんですけれども、そうすると完全にわかるんですけど、でそれを岡本先生の作ったカラムで、この化合物全部分離して、全部揃ってるやつだけを、で揃ってるものから作ったポリマーと、揃ってないものから作ったポリマー、どう物性しなかったっていうことを見ていたと思ったんですけれども、結果だけ述べますと、この上が、揃ってるポリマー、下が揃ってないポリマー、これ光を吸収する、度合いを調べたスペクトルなんですけれども、全然形違うっていうのが分かると思います。実はここにこういうサインシグナルが現れるときっていうのは、実はこのさっき言った板がすごく揃って、いるときに、観測される吸収で、蛍光分子においても実はここをこの場合だとイソタクチックになるんですかね、イソタクチックに揃えてあげると電気をよく鳴らしやすくなりますよということとかは、で実際電気伝導性も、もし調べるとこの全てのものが電気よく流すというようなことも分かったりして、古い科学と新しい科学を見ますような研究を行います。ところで高分子作った時の分子量って最初に冒頭で長さはこのくらいですよっていう話だと思うんですけども、どうやって測っているのかっていうことなんですけども、実際は作ったポリマーというのは GPC カラムっていう、大きさで分子にふるいをかけるようなこともできる、ふるいの効果で分子の大きさで、高分子を分離するっていうようなものを使ってできたポリマーの分子量というのがあります。で実際はこういうカラムって柱っていうんですけれども、内径が4ミリで長さが25センチくらいのこういう筒状のものなんですけども、そこに作った分子だって流すと分子量で分かれてきて、分
所感があるっていうところで、じゃあこの中に何入ってるの、このカラムの中って何入ってるんですかっていうと、実はこの中に入ってるのもポリスチレン、ポリスチレンが入ってます。でもどんだけ入ってるのかなっていうのをちょっと朝計算したんですけども、この中の体積を考えると、4立方センチメートルぐらい、まあ、この中に入っているポリスチレンはせいぜい 4.3 グラムで、このカラムのお値段なんと25万円っていう、まあこれももうある意味で金属だとすごく思うんですね。普通の発泡スチロールから、発泡スチロール 4.3 グラム25万円したら切れますもん、ね、もううちの最初に買った中古車なんて25万円くらいだったんで、同じくらいの値段だったなと思って、いつもこのカラムがそうとなってたんですけど、まあけどこれが25万円するっていうのは、需要がやっぱそこまで一般市民にまで需要があるっていうものではまあないからなんですけれども、まあ、だけどこういう需要に、この製造技術を使って同じスチレンの発泡スチロールを作る材料からこういうものができるっていうのはやっぱり面白いと思います。で、あともう一つ余談なんですけど、このカラムを作っている会社はこの特許を取ってません。特許を取ってないんで、作り方はわからないんですね。どうやって作ってるか。だから誰からも逆に真似されないっていうか、すごい実は技術の粋を集めたテクニックになっていて、世界中が研究者が日本のこの GPC のカラムを使う。昭和電工。これも本当に自分の車を見るたびにいつも今使われているキラルカラム、さっき岡本先生のキラルカラムなんですけれども、今のカラムっていうのは実際は岡本先生の作ったポリマーを使っていることもあるんですけれども、さっき言ったんですけども、生体の螺旋高分子って生体みたいには結構いろんな螺旋高分子があって、その中のパトーっていうのがすごくキラルカラムにするといいっていうのが先生の研究からも分かって、で今はそれを詰めてるって言うんですけども、それどうやってするかっていったら、この多糖類をこのシリカって呼ばれる、これ砂みたいなもの、砂にコーティングしたものを同じカラムに詰めてるっていうことなんですけども、でこのカラム1本50万円くらいにします。でこれだけどこの中に入っててほとんど砂で埋まると螺旋高分子の表面だけで、これすごいなと思って、僕学生の時に1回大生の時に、実際この中ってどのぐらい螺旋高分子、これ何グラムくらい使ってるんですかっていうふうに聞いたことあるんですけども、それだけは絶対に言えないって言われました。今でも分からないです。多分ほんのちょっとしかついてないんだと思います。で、あと、まあさっき石原が学生の時はっていう話が出たんで、ちょっと僕が学生の時にやってた研究のこの共同異性体からちょっと紹介するんですけども、このさっきから炭素に4つ違うものがついていると共同異性体になるっていうことなんですけど、実はこういう炭素原子であるものではないです。実はこういう中変なおもちゃみたいな化合物があるんですけど、この輪っかに軸が貫通したような化合物があるんですけども、実はこの化合物も不正になっていて、これとこれっていうのは重ね合わせることができなくて共同異性体になっています。で面白いのがこの輪っかも軸も両方キラルではないんですね。不正炭素っていうのは特に問題ないです。不正炭素どこにもなくても、実際この化合物を作りますと、これとこれが逆の線香と示すのでキラルになるよっていうことが分かるんですけども、これがなんでここに発生されるかっていうと、これっていうのは実はこの回転の移行性と平行の移行性の組み合わせからその組み合わせがあれば不正っていうのがあります。なのでこのこれロタキサンっていう化合物なんですけども、この化合物も軸は一応ちゃんと非対称が作ってあるんですよ。こっちとこっち、こっちからこっちとこっちからこっちが違う。輪っかにもここに変な、わざわざ変なものを入れて、こっち回りとこっち回りで違う構造っていうものからできると、これもこれも不正の要素なくてもできる化合物が切られる。
で、だけどあのこのかあのこのキラル化合物が何どういう本当にこういう普通の、アミノ酸みたいな成分として働くのかどうかということを僕は研究で調べました。この野崎さんがキラルだよということはこの岡本先生作ったカラムを使うとこういうふうにちゃんと2つこれとこれっていうふうに2つ分かれていくとキラルだよということを知りました。これ嬉しいことにちゃんと論文になりまして、大学からのプレスリリースされて、新聞にも実は岡井さんが作った先生を紹介していただいたりしました。で、この論文で思って、ソバジュ先生という先生が日本に来られた時にこれ見せて、一緒に写真を撮ってしまったんです。ソバジュ先生ってどの先生かというと、2016年にノーベル化学賞を受賞されたで、これがソバジュ先生であとスコッド先生とペリーナ先生と3人で受賞しました。受賞の内容っていうのはモレキュラーマシーンズっていうことで僕がさっき作ってたみたいな輪っかに軸が貫通した分子この輪っかを自在に動かしたりとかあと法則工夫して分子エレベーターって何に使うのって思うかもしれないですけど、だけどこのユニットが上下してエレベーターみたいな動きするよっていう分子とかを作ってその一連の貢献で分子マシンの貢献に対するものとして2016年に受賞しています。それで、さっきは輪っかに軸がちょっと一個貫通しただけのようなシンプルな、比較的シンプルなものでしたけど、実はもっと複雑なものもできます。例えばこの3つの輪っかが、この輪っかが輪っかにこう貫通したところにさらにもう1個輪っかが貫通することによって、本当はどの輪っかもこういう絡まり方はしてないんですね。知恵の輪みたいな絡まり方はしてなくても、実はこういう絡み方をすると動けなくなるっていう、ボーメアンリングって呼ばれる、想像上の、古代ヨーロッパの家柄の紋章に使われてた輪っかの方なんですけど、同盟アンリングと呼ばれて、こういうものとか、ソロモンモクと、これは2回貫通してます、同じ輪っかに。こういうソロモンモクっていうような、こういう複雑な分子っていうのを実は作ることができています。さっきのノベル化学賞受賞者のこのスコッド・ロッティ先生なんですけど、これがスコッド・ロッティ先生の仕事で、僕の学生時代とか見て、本当にすごいなと思って、ちなみに私の学生時代、このスコッド・ロッティ先生が日本に講演に来たときに、みんなで一緒に撮った写真を見たりして、それで、この分野ですごく忘れちゃいけないのが、藤田真子先生という先生で、東京大学の学術教授でいらっしゃいます。藤田先生というのもすごく美しい分子をすごく作られる方で、こういうさっきから比べるとすごくシンプルになってしまっているんですけども、正方形の分子をすごく効率よく作ったりだとか、さっきまではどちらかというと輪っかだったけれども、今度は加護状の化合物を作ったりだとかっていうので、認知が報告されてますし、他にもさっき見せたようなこの輪っかが貫通しているような化合物、これっていうのもすごく周知悪かったんですけども、100% でいるということで、このネイチャーで、もっと複雑なもうこういう貫通すごく複雑な貫通構造をしているものなんですけども、こういうものを作ったりだとかしています。それで、竹内教授という、記者先生に与えられる竹内教授という賞なんですけども、これはすごいもので、東京大学に3人しかいないんです。で、あとの2人は誰かというと、梶田隆明教授、ノーベル物理学賞、ノーベル賞を取った教授と、徳田先生という、これもノーベル賞受賞の候補者に詰まっているんですけれども、に次ぐ3人目というようなことになっていまして、なんで、こういう、実際こういうすごく大きい文章とかを作ったりしてるのがすごいなと思ったんですね。で、だけど僕、ポストの留学してた時にちょっと
そのいたら日本人の方の方研究室にいらっしゃって、それで研究の話してたら、ああいう研究してる人たちって結局何がやりたいかっていうことを言われたって僕今でも覚えてるんですけど、だけど結局その藤田先生が特に卓越教授になったっていうのがあるわけがあって、あれノーベル賞受賞者と同じような研究してたからそうなったってわけじゃないんですけど、藤田先生が最近やられた一連の成果に対して与えられたものなんです。それっていうのは有機化合物の構造決定に関する凄まじい研究がありまして、さっきまで化合状の分子作ってたと思うんですけども、化合状の分子見てたら、いや化合作ってどうすんの、何がやりたいの、あの人たちはっていう言われてもおかしくなかったんですけども、それをすごい使い方していました。この化合状の分子からなる結晶、この中に物入るんですけれども、化合物入るんですけども、この化合の中に化合物入れてあげると、 X 線で有機化合物において X 線結晶構造解析っていうのが一番偉い構造解析方法なんですけれども、それを意図も簡単にできるようになったということで、2013年にこの結晶スポンジ法と呼ばれる方法なんですけども、これを報告しています。これが報告された時ですね、僕藤田先生の講演聞いてたんですけれども、最初もちろん発表し、こういう発表しますっていう題目があって、発表するんですけども、結晶スポンジっていうことを一回も発表してない時に急に全然関係ないタイトルの時に結晶スポンジの話を一回話したとか、もう会場中騒然でもうみんな一歩も動けないような状態になったっていうのが今でも空気読めない学生一人だけ結構質問できたっていうそういう感じで、僕はもうすごく感銘を受けすぎて、家に帰っても妻にこの話したりとかして、2週間くらい僕ずっとお話してたらしくて、その時今日だいたい今日だった研究です。でやっぱこの技術っていうのがやっぱりもう何の役に立つか分からないかもしれないっていうふうに言われてた、こういう化合状の化合物を研究してから出てきたので、実際結晶取るまで結構大変で、もう結晶出るのももう完全に運ゲーみたいな感じになってて、もうとにかく仕込みまくる、どれか結晶出たら同じだよっていうあれだったんだけど、これに染み込ませればすぐ分かる、50ナノグラムでも関係症候群が分かるよ。で面白いのがここでも低分子化合物、ここがさっき言った4つ違うものがついた炭素になってるんですけども、これがどっち向いてるかっていうのも X 線使えば全部構造してできるということで、今日は終始その炭素について研究したいと思います。これやっぱりすごいのが、ガスでも結晶って固体ですよね。結晶固体なんで、固体のものに関しては構造解析できるかもしれないけど、ガスの関係性の構造解析もできなかったんですけども、このスポンジに染み込ませればできるし、今では新しい天然物とかでもここの性能とか分かるようになったりします。それで結晶スポンジは結晶スポンジですごかったんですけども、その後も藤田先生こういうすごい美しい構造を持った作体の研究っていうのをどんどんやられてまして、もうこれもうメタル30個、リガンド60個かなんで分子、こういうのを作ってて、あれ結晶スポンジ見つけたら結晶スポンジだけやりたくなっちゃうような気もするんですけども、やっぱりこういうこの研究でも常にやっぱり最先端を走られてますので、それで今日のタイトルで、科学者の社会貢献、やっぱり一見無意味そうな見えるところでも、それを極めていくということが、やっぱり科学者にとっては一番なんじゃないかと思います。一生懸命に、それだけでも日本の科学技術の底辺の拡大というか底上げにつながって、藤田先生だけが研究していればこういい成果が出るかっていう、そうじゃなかったと思うんですね。
他 の, あのいろんな先生たち の, あの研究の試験とかいろんなものがあって、まあ、あのよりいい成果を出されていると思います。これっていうのは、まあ、どういうことかっていうと、僕、中学校から50度やってるんですけども、まあ、アメリカに行ってもこういうふうに柔道やってます。なんか柔道やってる人いますか？柔道の人、まあね、ちょっと残念ですけど、東大の試合とか見てると奈良高校の人とかいたりするんですけど、まあ、だけど柔道とかそういう日本の伝統的な何かできるっていうのは結構アメリカとか行ったら強くて、僕も本当にいますけど、柔道とかやってたら今はなかなか忙しくて、柔道もあまりできてないんですけど、僕、ずっと学生の時は柔道をやりました。僕、柔道をやって、なんか意味あるのかっていう話もあると思うんですよね。僕、決して別に柔道強くないんですけども、まあ、だからって言って、まあ、やるのが全部無意味かって言われて、僕はそうは思ってなくて、まあ、やっぱり、僕みたいな柔道でいうと、まあ、日本の、柔道界の、底辺の部分なんですけども、まあ、そういう人口っていうのがやっぱどんどん拡大しないと、まあ、やっぱり、そのスポーツっていうのも明らかに強くならないですね。一人で強くなるってありえないですから。最近日本の柔道弱い弱いとかっていうふうに、香港の将兵が全部弱いっていうなんか言われたりとかしてますけども、やっぱそれも底辺がどんどん縮小していってるからだと思います。それで、科学技術もやっぱり同じで、いろんな研究やってる人っていうのが、君もう役立たないからもう やめなさいっていうふうにして、どんどん切っていっちゃうと、多分最後のアドリブもどんどん弱くなっていくはずです。そういうのをすごく僕としては、この研究意味なさそうだから、お金あげませんよとか、そういうことが今結構言われてるんですね。そういう意味でも、今回女性をもらってる日本科学技術財団の女性がすごくありがたいなと思うんですけども、要は一見役に立たないようなことをしている人たちでも、そういう意味では皆さん一見意味なさそうですけども、すごく一生懸命研究してます。でそれで本当の一番上の成果を出した人だけがすごいんだって言われると、やっぱりそうじゃなくて、僕としてはそれはみんなで出したもので、やっぱりどんなことでも一生懸命研究するっていうのが、我々の科学者の、できる社会貢献なのかなっていうふうに思います。で、これ最後のスライドですね。僕が研究続けていられるのも、ここにいらっしゃるのは福島先生の方ということで、最後に締めてみるのに感謝しております。これで、講義終わりです。どうもありがとうございました。